どうも皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。今回はですね、急遽動画を撮ることになりまして、それはなぜ撮ったかと言いますと、この度ですね、僕の YouTube チャンネル僕の水を知る世界がチャンネル登録者数5万人を達成しました。ありがとうございます。記念にですね、一人で勝手に飲んでいこうかなって思います。これ見てください、僕のおすすめのノンアルコールレモンサワーです。これね、すっごい味がリアルなんですよ。はい、いただきます。お疲れ様です。おめでとうございます。ありがとうございます。あれ、アサヒスーパードライやめたのかって思った人いたと思うんだけど、やめてやめてプー、なんでやめたかっていうのはちゃんと理由があってですね、僕ノンアルコールビールってビールじゃないから太らないだろうと思ってたんですよ。でもよくよく考えたらアルコールが入ってないビールなんですよ。いかんなと思ってレモンサワーに切り替えた次第です。はい、何を言おうとしたんだっけ。そうだそう、万人の、お礼動画と、それも兼ねてちょっと近況報告をしようと思って、はい、ちょっと動画撮ってるんですけど、見てください。プーちゃんがね、なんと半年ぐらいの年齢になりました。見える？やっぱりカメラ越し見ると可愛いよね親バカなんですけどね、はい、来た時はね、本当に毛の量がなくて、やっぱりなんかこうトリミングしてヘアスタイルっていうんですか、毛のスタイルをね変えていくっていうことを楽しみにもうしてたんですよ。なんですけど、待てど暮らせどね、毛が伸びてこないんですよ。で、毛もねちょっと産毛ぐらいの毛しかなかったんで、最初の頃はね、お風呂に入れると裸デバネズミみたいなね、あの感じだったんですよ。うん、最近はお風呂に入れるとね、お湯をかけても毛が生えてきたなっていう、ちょっと小豚ぐらいのね雰囲気になりましたけど、あ、そう、あのプーの LINE スタンプ Twitter で宣伝させていただいたんですけど、皆さん思いのほか気に入ってくださって LINE スタンプ使ってますって言ってくれて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。ちょっと親バカが講じてね作ってしまったんですけど、僕も使ってるんですよ。あのまだ買ってない友達にあのわざと送りつけて何これいいねって言ってもらおうとしている、もうバカな親のところがあるんですけど、なんかちょっと可愛いんでね、ちょっと愛犬家にすっかりなってしまいましたけども、はい、そんな感じです。本当にあの LINE スタンプ利用していただいてありがとうございます。はい、今日はねちょっと話が滞らないようにメモを書いてきたんですよ。あ、そうなんです、先日はシャンチーの声優発表動画配信、ご覧いただきました皆様本当にありがとうございます。シャンチーにですね吹き替えキャストが決定したっていう一報が流れた時に、あの細谷さんがシャンチーだったら見たいなとか嬉しいなっていう言葉がたくさんあったようで、なんかそれを聞いて本当にあの嬉しくなりました。はい、同時にちょっとプレッシャーを感じているんですけれども、9月になったらぜひ劇場に足を運んでいただいて感染予防対策をしっかりして、ぜひ静かに爆笑しながらですね、ご感激いただけたら嬉しく思います。はい、そうなんですよ。そうね、これそうなんです、そう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 、近況報告、俺だけじゃないんですよ。5万人達成ということで、今企画が進行しております。はい、またしょぼいんでしょみたいな感じ、街ブラなんでしょって思うでしょ。そうじゃないんですよ、そうじゃないです、ゲストでしょ、いやそうじゃないんですよ、これ以上は言いませんけど、今ね企画を温めて進行中でございます。もう今年の年末ぐらいに5万人いったら、まあ細々とねやってきていたし、まあ、長く見てくださってる皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、いろんなところを紆余曲折して今があるじゃないですかね。ラジオスタイルだけの時から都市伝説をやってね、今最近都市伝説の動画ね伸びてきてるんですよ。嬉しいです、本当にありがとうございます。いろんなね経緯を得て今があるので、まあ今年いっぱいで5万人いったら、まあありがたいことだな、嬉しいな、御の字だなぐらいに思ってたんですけど、思いのほか早くてですね、あ、嬉しいなと。だからちょっと企画を早く前倒したつもりだったんですけど、こんなに早くね5万人達成できるとは思わなかったんで、ちょっと待ってくださいね。でも5万人ってね
あのものすごい数字ですから僕にとってはね。うん、だからなんかそれ相応のね、なんか感謝とお礼の意味を込めて、何を出したら皆さんは喜んでくれるんだろうというのをですね、結構考えて決めました。まだ言えないんですけどね、言葉を選びながら言うと、なんて言うんでしょうね、なんて言えばいいんだろう、努力します。ちゃんとしたものになるように努力します。多分このコメントの意味はそれが出てからわかるのかなと思うんですけど、皆さんには感謝しているので、いい感じのものをね、はい、いい感じのものを考えてますから、もうちょっとだけ待ってください。はい、というわけでね、ちょっと本当はね5万人記念ですぐにそれを出すはずだったんですけど、ちょっと間に合わないんで、報告を兼ねて動画を撮らせていただいたんで、はい、短めに終わろうと思います。引き続き僕の溝を知る世界 YouTube チャンネルよろしくお願いします。ちょっと待ってくださいね、最後は、あ、待って、いいね、最後はですね、この子のドアップで終わりたいと思います。それじゃあまたお会いしましょう。バイバイ。プシューハイスマイル、ハイスマイル、ハイスマイル、ハイスマイル。バイバーイ。あ、言い忘れたんですけど、チャンネル登録、高評価、ベルマークの通知、よろしくお願いします。ツイッターもやってるんで、ぜひフォローお願いします。それじゃあ、またね。バイバーイ。